今、日本から食品を輸出するとき、諸外国では ISO17025 による成績証明を求められるケースがどんどん増えてきてますよと。それをもって相手国に輸出すると、相手国の港では17025でやってきたんですね、はい分かりましたで、スムーズな取引ができると。これがワンストップテスティングです。いくら技術力があって能力が証明されたとしても、しっかり管理されてない、つまりはデータの偽装や改ざん、不正があったらどうしようもないですよね、そもそもの話ですけど。それが起きないように ISO17025 の管理上の要求事項では、公平性にもかかわらず何回測定しても一向に数値が合致しない、一体真の値はどこにあるんだろう、途中でその問題点に気づくとですね、逆戻りしてしまったりだとか、あるいは別の認定項目で認定を取らなきゃいけなくなってきたりとか、そういったことも考えられるかもしれません。